あやちゃん、あやちゃん、あやちゃん。男の子意外とチョコ大嫌い。どうせ言えべよし、やる気、元気、大気、イエーイ。ということで今日は大好きなみんなが大好きバレンタインデー、ということで、まあ、多分ここ映ってるよね、ずっと回ってるけど、ということで、はい、今日はねこう見てる通りポンド出ましたてマジでてかポンドチョコポンドね、多分みんな女の子は多分知ってると思うけどイチゴまあ確かにまあそれはポンドだよね違うホテルっていうもんね違う違うですか違うこんなものがフォンデュに合うんだシリーズイエーイ出たマジでそうみんなね分かってないと思うけどチョコってすごい万能なんマジで何にでも合うの何にでも合うだってカレーライス言うな先にハンバーグ言うなタイヤタイヤは合わんだ絶対合わんそうだから意外なものが絶対合うと思うまず僕からこちらなんそれあいやもうこれはちょっとサイグって言っていいのもんグって裂いてから、ね、で言っていいもんみんなで本州なんで一人本州わーでもいい見た目的にはすごいこれでチーズ本州チョコチーズ本州そういただきまーすあーこれいいっすねあうまうまいうまいやろ普通に普通にうまいなうんでもこれはさなんか意外性がない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 なんか合うじゃんだって普通に考えてうん王道っすね、はい、ね無難に行ったっていうか逃げに行ったなんか合うやつじゃんうんごめんそれはだってこれビギンとハンチングぐらい合う合うなすげえ合うもう逆にハンチングしか見たことないね、うん、卵とご飯ぐらい合いますよどうしたんいやこれでも無難に行きすぎたあちょっとやめてよこういうのはうん次はねおかゆそれはない、いやそれはマジでセットやろやばいですえ、まんま行くのまんまもいや、まんまでちょっとこう、できてるよ、ね、えいや、熱湯に入れ5分間大丈夫、大丈夫いやいやいや大丈夫、大丈夫大丈夫大丈夫じゃないやつじゃんいやいや甘いご飯食ったことあると思ういや、1ミリもないっすないやろやばないからこそ、チャレンジをしてないよ絶対美味しくない最悪、最悪本でしょじゃあ一回見よっかジャスティンあ、俺から先うん、はい本当にうまいんだけどわーいい感じの本でいや、最悪っすよ、これこれ食べてみよういやいや食べてみてよいや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 食べ静かに食べ大胆に食っていい OK うん大胆でいい大胆に静かに最悪最悪うんうんいやいや、食べさせてくださいあ、ごめんごめんやる、クソマジこれ心の声ダダ漏れやめちゃくちゃ正直者だなじゃあ次俺言っていい俺は、うん、チョコって茶色いじゃんで色でかけてきたわ今回は白と白って合うやん黒と黒もあるじゃあ茶色も茶色茶色も茶色じゃんじゃあそれは茶色も茶色じゃんということで、うん、今日はこちら買ってきましたブンブンカレーパンイエーイということでこれブチッと早いんでつけてからたっぷりつけてからねせーのギュンでいいかも、そういうまずまずどううん、噛んでいや、合うくないいや、合いますね合うよなカレーの味の方が強いですけどねやっぱ色だカレーが強い今多分チーズが星8ぐらい星8でもさ、チーズずるいって何がなんか、それずるい意外性があるもの探してるんだよいや、それを僕あと一つでえあんのあげますえ気になる何じゃあこちらマジあ、先生これ普通のレモンじゃドライフルーツでしょどっちもいいよ重要なんですよじゃあこちらですちょっとこうお前さ怒られるぜこお前見えてないか見える位置で本気してんのお前あとでお前ダメされるっちゃけどタブレつけたんでいただきますこちらどう動物に例えるとどんな味キリンっすキリンでたらでもセッパ詰まったこれやばいね、まあ、一番まずいわえ、じゃあチーズね1位はですチーズチョコレートフォンデュに合う意外な食べ物の1位はチーズもう一回行こう
せーの。あーなるほどね。これじゃあ一番チョコレートフォンデュに合わない意外な食べ物。おお。せーの。メガネーパー。何？何ですか？何ですか？カレーパンは聞こえた。カレーレモン。おかゆ。めっちゃ強いな。真っ赤なガーナ。いい動画。え？